だよね、そっち側で2人で喋ったら視聴者からしたら、あ、今のどっちが言ったとって思うよね。なんか声似てます。確かになんかね、声質は確かに似と、ただやっぱあの年食うとうけん、やっぱ年食うとなりますだけど多分ヒロシも大人になるとこうなるじゃない、あと10年したらちょっと嫌そう、ちょっと嫌そう。おいっす、おいっす、おいっす、おいっす。東京のヒロ散歩さんでしょ。ヒロ散歩さんね、そうね。ヒロ散歩さんですかって言われるもんね。言われます、言われます。うん、もうめんどくさいんで最後、はい、そうです。いいんじゃないでしょうか。じゃあ関東担当でお願いします。ありがとうございます。まあそんな感じでね、はい、なんかまた日本全国いろんなところで、はい、次は名古屋ですか。名古屋ですね。なんと、第2弾で、はい、超益太郎さんとのね、コラボが決まりました。はい、まあ主体としては、はい、超益太郎さんがね、人形カフェっていうのをしてて、はい、でそれがもうオープンするんよ、はい、で、うんうん、その取材をちょっとしに行こうかなって、うん、どういう感じかっていうの、その俺もね中身を知らんのよ、だけど人形カフェっていうぐらいでなんかいろいろあるんじゃないかなっていう、でも超益さんは顔出しとかしてないじゃないですか。超益さんしてない、現場には立たないってことなんですかね。あ、立たんやろね。うん、まあでもそのなんか超益さん風のやつがなんかあるんじゃない、多分分からんけどね、楽しそうですね、うん、そうそうそう、でそれと別でなんかよかったら質問を募るんで、またちょっと質問形式でちょっと一問一答取らせてもらえませんかっていう感じで、はい、だから OK ですよっていうふうな感じやったけん、あ、じゃあ ぜひやりましょうっていうことで、これね、だけん、これを撮って、はい、もう今日その日にあげようかなと思って。あ、そうですね。だけど超益さんへのね質問をねちょっとどしどしちょっともらおうかなと。前超益さんとコラボした時っていつぐらいでしたっけ。あ、もう半年以上前よ。結構我々もまだ初期の頃だった、ね、うん、初期っていうかね中盤ぐらいか、中盤ぐらいか、うん、僕らが入る前ですもんね。あ、まあ全然前と思う、前ですね、うん、まだ鈴音と確か行った時やんね。ああ、そうでしたね、うん、だけどまだかなり前、もう 7、8 ヶ月以上前やね。超益さん側でもなんかまた新しい情報も出てきてたりとか、なんか組長だったとかなんか。ああ、そうな、あ、違いましたっけ。いや、わからん、俺、ごめん、ほんと人のチャンネル見らんそう、ごめん。なんかそうですね、なんかいろいろ新しい情報も出てきてたと思うんで、そういったところでね、また皆さん気になるところはたくさんあるんじゃないでしょうかね。そう、言うたらさ、このコラボをしに行くにあたってさ、はい、まあ、K さんへの質問でも、なんかいろんな質問でもそうやけど、うん、ゴンダルさんとかでもそうやけどさ、いろんな人ね、はい、質問を募って持っていくって、なかなかやっぱよそのチャンネルはできんみたいなね、うん、あ、そうなんですか。要は、なんかコラボでただこう、なんかそことのコラボだけっていうような感じやけど、はい、俺らは質問形式やない、うん、で、みんなそのよそのチャンネルはさ、質問が来てもそれにはほとんど答えんのよ、うん、もう自分たちのカラーだけでババーっといくけん、はい、でも俺らはその質問持ってきて、俺らしかこれって運べんのよね、うん、うん、だけまあ本当超益さんに聞きたい質問っていうのをね、ちょっといろいろ募れればなというふうに思っております。井山チャンネルだからこそできる、ね、そう質問をね、うん、かな。はい、名古屋ゆくちゃんもついていくぞ。ついていきます。あ、そうだ、はい、でも前日にちょっと京都にも行かないといけないんで、はい、ああ、うん、この間の御神会のやつとかはもう別にね、個人会のはね、うん、撮影できる暇がなくて、ああ、もうずっとボランティア活動ばっかりやってた。もうずっとゴミ拾いだなんだかんだっていうので結構忙しくて、カメラを回せんやった。あ、そうなんですか。すごい囲まれてました、二人とも。え、予期書も、予期書も囲まれてました。え、予期書知名度が爆上がり中ここの中では多分セットでおるとね、分かりやすいやと思う。ああ、セットでいくと分かりやすい感じですね。よかったやん、楽しそうで。ミクルダさんでさえ写真2枚だった実を言うと、こそっと。そうなん、2人から。え、ミクルダさんですよねっつって、はい、ヒロ散歩さんですよねじゃなかったですか。1回ありましたよ。あったった、やっぱ。
って僕がカメラ持ってたんで、あ、ヒロサンポさんですか、まあそこは皆さんね、ヒロサンポさんの顔は想像して、はい、ぜひ会いに来ていただければというところですね。それもな、人形カフェはもうオープンされてらっしゃるんですか。本格的には、5月なのかな、5月の1日なのかな、あーにオープンという、うんうん、じゃあそれに合わせていくような感じで、うん、なるほど、はい、じゃあ皆さん人形カフェに行くともしかしたら湯山チャンネルのクルーに会えるかもしれないというところでね、うん、まあぜひ懲役太郎さんへの質問どしどしコメント欄にお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします、はいはい、ではお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。